どうもこんにちは。今回はルービックキューブが理屈で揃えられるための解説動画です。まあ、手順を忘れても、まあ、考えさえ覚えてれば揃えることができるんで、あとその考えがもうちょっと先に進んでいくと、こういうちょっと違ったパズル、ツイストパズルもできますね。これはマスタースキューブランランだったりとか、フェスターオクタヘドロンとか、メガニンクスとか、まあいろいろとパズルの種類は豊富なんで、まあ一個一個に手順を覚えるんじゃなくて、その理屈を覚えたら、その理屈をこっちにも応用できたりとかするんで、まあそういうのを紹介していきたいなと思っています。まずルービックキューブがどうやって揃えられるかというと、 A の手順で動くパーツと B の手順で動くパーツ、 A と B が重なっているパーツだけが動くと、まあそれを利用して揃えていきます。言葉だけだとピンとこないと思うんで、誰かに伝えるときはこういうちっちゃいキューブがあるんですね。なので、まあ、誰かになんかそういう理由を聞かれたら、こういうふうに回して、まあ、実践して伝えてみるのもいいかなと思います。これちょっと弾けやすいんで気をつけてください。回すときのルールがあります。 AB-A-B、まあ、この A とか B っていうのはまあ回転記号です。まあ、ピアノでいうとこの楽譜みたいなものですね。まあ、とりあえずずらしたから元に戻すという意味です。ただそれだけです。で、ずらしたら元に戻すんだけども、まあ、重なっているところがあると。で、その重なっているところがずれていく。そのずれを利用して揃えていくという感じです。実際に見ていきましょう。まずはこの手順ですね。右が1回転、上に上げる感じの1回転、この1回転の動きが A グループで、次は B グループは上の回転、こう時計回りに回す回転、この1回転が B グループで回していきます。で、この結果 A と B が重なる部分はこの右手前下の 1,2,3 と上の 1,2,3 と奥 1,2,3、まあ、重なっているところがあるので全部で 1,2,3,4,5,6,7 7箇所ずれてきますという、まあ、一応これがピンクのグループですねというのを説明していきます。まず回転の仕方は A グループ B グループでマイナス A なので逆の動きをします。でマイナス A してマイナス B をすると、そうするとずれてる場所が 1,2,3,4,5,6,7 という感じです。詳しく見ていきましょう。 A の手順で B のところに移動するパーツ、白青赤と赤青、このパーツは A の回転をすると B の回転とぶつかるんですね。なので、この2つが移動すると。次に B の手順で A のところに移動するパーツ。で、これ B の手順で移動するから、A の後に B をするから、B は関係ないんじゃないかなって思うと思うんですが、A マイナスとマイナス B をするので、B も関係してきます。で、B をした結果、まあ、A に触れると。A マイナスに触れるという感じなんで、この奥2つ、黄色オレンジ緑と黄色緑、これも移動されます。次が A と B の手順で影響する位置にあるパーツ、この A という手順と B という手順で、ここにある右上の3個、ここのパーツが全部追い出されるんですね。なのでここの黄色青赤と黄色赤緑、この3つもまあ、移動していくという感じになります。まあ、その結果全部で言うと、この下の2個のブロック、奥の黄色緑と黄色緑オレンジと、この右上の3個、この 2,3 に合わせて7個が崩れるという手順になります。まあ、1回転ずつだとちょっとピンとこないんで、今のA グループと B グループをまとめて A グループにします。
グループは右上げて上回して右を下げて戻ります。これが A グループです。マイナス A は逆の動きをします。上を回して右上げて上を回して元に戻すと。そうすると戻ります。で、この A グループの特徴が6回回せば元に戻ってくれます。1回回して2回回して3回回して4回回して5回回して6回回すと。そうすると戻ってくれます。なので1回回してこうマイナス A をするときに、マイナス A は難しいなと思ったらあと5回ほど1回2回3回4回5回というふうに回していくと実質マイナス A の行動ができるので、まあよかったら使ってください。そして B グループを次は上ではなくて下の回転、この回転1回を B グループにします。そうすると A と B が重なる位置というのは実は1箇所だけなんですね。どこかというとこの右下手前のところになります。ここの位置、ここの位置が重なっています。A という手順を1段目と2段目と3段目に分けると1段目に崩れているキューブは1つだけなんですね。これ白赤青にあるポジションに黄色青赤が来てると、他のところは崩れてない。で2段目は1つだけなんですね。2段目もこの黄色緑のところ、この黄色緑くんが赤青のところに来てると、ここ以外は崩れていないと。で一番上3段目を見ると1、2、3、4、5、上だけが結構崩れてるんですね。なので1段目が1個、2段目も1個、3段目が5個という感じの崩れ具合になってます。 B の手順を見ていくと一番下は8箇所ずれてるんですね。これ1回転だけなんで1、2、3、4、5、6、7、8と8個ずれて、で2段目は0個、3段目も0個、なので A と B が重なっている場所は1箇所だけになります。で最終的に移動するパーツが3箇所になるんですが、まあ、これも1つずつ見ていくと、まず A の手順で B のところに移動するパーツ、 A の手順を回すことでこの B の手順にこの黄色赤青が来ました。で黄色赤青はもともと手前の右上にあるので、これが A の手順で移動してくると、ので移動するパーツ、そして B の手順で A のとこに移動するパーツ、この B の手順で A に関係するパーツ、 A に関係するパーツ、なのでこの左下手前もずれていくと。そして A と B の手順で影響する位置、この A と B で影響する位置のパーツ、なのでこの3パーツが移動する動きになります。1箇所2箇所3箇所。次は一番下ではなく真ん中を回してみます。真ん中ですね、この動き、この動き1回が B グループ、 A グループは先ほどと変わらず1、2、3、4、この4回転を A グループとします。そうした結果、まあ、崩れてる箇所 A グループは1段目が1個、2段目が1個、で5段目がここと変わらず、で B グループは1段目が0個で2段目が8個崩れます。で3段目は0個と、で最終的にここの位置にあるキューブと右奥のキューブ、この3箇所が移動する動きになります。これも一つずつ見ていくと、
まず A の手順で B のとこに移動するパーツ、この A という動きをした結果、この B の移動、この真ん中の移動ですね、ここに来るんですね。赤青があったとこに緑黄色が来ていると。で、緑黄色はもともとどこにあったかっていうと奥のとこにあるので、この位置にあるキューブが移動させられるということです。で、次は B の手順で A のとこに移動するパーツ、この B の手順で A のとこに移動してきます。このオレンジ青が A の手順を回すと移動されていくと。で、最後元に戻すので、最終的にここのオレンジ青があるパーツが移動します。そして A と B の手順で影響する位置にあるパーツ、この A という手順と B という手順でここが影響されるんで、ここが変わっていくと。回していくと A グループを回して B グループで、マイナス A を回してマイナス B をすると、こことここと奥が変わります。今度は2点反転というのを説明していきます。2点反転というのは、位置を変えずにひっくり返す。例えばこうやとしたら、黄色をこういう感じに黄色にひっくり返すと。で、黄色をひっくり返したら反動で、違うキューブもひっくり返す必要があります。なので、1点反転はできないですが、最低2点反転をやっていきます。なぜ1点反転ができないかというと、ルービックキューブの構造上できないんですが、説明していくと、例えばこれからこの3色のパーツを揃えていくんですが、3色のパーツは、3色あるんで3で割り切れるんですね。これをこう黄色目に全部揃えていくんですが、時計回りで縛っていくと1回2回で持ち替えて時計回りで3で、また1回2回で3という感じで3で割り切れるんですよ。違う手順も見ていくと、例えばこれも1回2回で持ち替えて3で1回で2回3回と、3回でぴったしなんですね。なので1回どこかを回したら、どこか違うところを2回3回と回す必要があります。そういうことなので、この2色のキューブも1個反転させたらもう1箇所反転させる必要があります。2点反転をやっていきます。まず A グループを回します。 A グループを回すと結構崩れるんですね。この黒の部分が崩れて、グレーの部分が崩れてないんですが、左はもうほぼほぼ崩れて、右奥も崩れてっていう感じなんで、結構崩れちゃうんですが、ポイントなのが、この B の手順で回す真ん中の部分。真ん中の列は一個も崩れてないんですね。なので、こういう崩れ方でも大丈夫だと。では説明しながら回していきます。少し戻したりするんで、まだ回さない方がいいかなと思います。最終的にちょっと回して確かめてみるといいかなと思います。やっていきます。考えとしては、この黄色青、ここをどこかでひっくり返したらここに戻してくる。で、戻した時にこの黄色緑、この黄色緑を持っていきたいんで、真ん中を移動して持ってこようって考えます。で、真ん中を移動するので、この下の白青と白緑、
ここが崩れないように気をつけています。なのでこの真ん中の列以外はもうぐちゃぐちゃに崩れても大丈夫です。こう崩れたとしても元に戻せば大丈夫なので、まあ、ここの黄色青と黄色緑、緑白、白青、この4つだけを考えます。まず黄色青を手前を倒してあげると、そうすると黄色青をひっくり返すことができます。ですがこのままだとこの黄色緑との位置関係が変わってしまうんですね。最初はこの一直線にまっすぐだったんですが、手前を倒して右上げるとこう横になってしまうんですよ。なのでこれを回避するために上を一回回します。で黄色緑を反対に持ってきて青黄色を上げると、そうするとこうまっすぐに反ります。でこのまま戻すと次はこう白青が崩れて青赤が来てしまうんですね。なので持ってくる前に白青を元に戻します。で青黄色を揃えていくと、そうすると青黄色が位置変わらずひっくり返ることができます。で緑黄色の位置も変わらないで、まあ、下の方も変わらないでという感じでできました。で次は B グループを回します。で次に A マイナスをすると、まず上を回して手前を倒して、でこう右を下げてきて上を回して手前を元に戻すと、そうすると A マイナスができて B マイナスをすると、そうすると揃えることができます。今の流れをやっていきますんで、まあ、よかったら回してください。まず手前を回してこの緑黄色を移動させると、で右持ってくる、で緑黄色と青黄色を揃える前にこの白を揃えると、で青黄色と緑黄色の位置を揃える。でこれで A グループが完成で B グループを回して A を回していくと、上手前右で上回して手前で戻すと、でマイナス A が完成してマイナス B を回していく。これで完成です。次は3色の2点反転をします。先ほどはこう2色のパーツだったんですが、次は3色のパーツで、この3色のパーツも考え方は変わらないで、今からこの白青赤と白青オレンジをひっくり返していきますが、まずこの白青赤、これを位置を変えずどうにかここに戻していきます。どっかでひっくり返して元に戻してくる。で元に戻して次は白青オレンジをひっくり返したいんで、 B グループはこういう下の動きをしようって考えます。でそういうふうに考えた時に A グループではこの下の1段、白赤と白赤緑、白緑、白緑オレンジと白オレンジ、あとまあこう白オレンジ青ですね、この一番下の段は崩さないように気をつけようって考えます。なので手順を回していくと A グループを2回すればこういうふうに向きを変えることができます。上に追い出してこれの向きを変えて元に戻してくると、で今の反対の動きをすれば元に戻るんで、 A グループを回して B を回す、でマイナス A をしてマイナス B で元に戻すと、そうするとコーナーの2点反転ができます。次はピンクは移動したくないが水色を動かしたいとき、まあ、そうなんですよね、ピンクが動いてもらっちゃ困る、でも水色を動かしたいよっていうときにどうすればいいのかというのを説明をしていきます。
これはセットアップって言われるコードをします。セットアップと逆セットアップ。まあ、セットアップしたのを元に戻すっていう意味ですね。今回の例は、まず左下手前と右下手前がずらしたい。で、あと、一番上の段は右奥が移動させたいという手順です。でも、ピンク重なってる部分だと、下2個は合ってるんですが、上の1段がちょっと違うんですね。手前がずれる手順だと。それをどうしたらいいんだという話です。まず、この水色は崩れているので位置を調整します。この奥からどうにか持ってきます。これがセットアップって言われる行動です。ほんとぐちゃぐちゃで大丈夫です。セットアップも、まあ、反対の動きをすれば戻るんで、何十回とか回しても大丈夫です。で、セットアップをして、A と B、マイナス A、マイナス B をして、まあ、逆セットアップで元に戻すと。そうすると最終的に動いたパーツは、まあ、下2個と一番上の段が右奥という感じになります。では実際に見ていきましょう。水色はこういう感じですね。左下手前と右下手前と一番上の段が手前ではなく奥がずれてる状態です。で、最初の方で説明した A グループと B グループを回すと、まず A グループが右上戻す戻すと、で B グループが一番下で、マイナス A を押してマイナス B をすると、そうするとこう手前3つが変わるんですね。奥は変わらないんですよ。なのでこの状態でしてしまうと、この黄色赤が崩れてしまうと。で、この時にセットアップで上を1回回します。で、上を1回回すと 1,2,3 の関係ができるんですが、まあ、この赤をとか全部上は崩れるんですが、まあ、最終的にこう元に戻すので崩れても大丈夫です。例えばこれをこういう感じで持ってきても大丈夫です。重要なのはここのこれから移動するパーツ A と B に関係するパーツが移動してなければ、もうどうやって持ってきても全然構わないです。こうやって持ってきてもまあこうやって持ってくると、こう向きがちょっと変わったりするんですよね。白が正面向いたりとか、まあ、白が横を向いたりとか、白が上を向いたりとか、まあ、っていうのをすると、まあ、位置を移動するとついでに、まあ、向きも揃えることができるって感じなんでやったりするんですが、まあ、最初は位置だけを考えて揃えていきます。で、こう位置をこういう風にセットしたら A を回して B を回してマイナス A をすると、でマイナス B をする、最後にセットアップしたのを元に戻す。そうすると1箇所2箇所3箇所の移動になります。このセットアップっていうのはすごく利用しますね。一つ手順を見つければ、これをあと応用すれば揃えることができるんですよ。まあ、なのでセットアップはすごく重要だということです。次は2色のパーツを移動させていきます。この 3×3×3 を揃えていくときに、結構苦戦する場所がこの2段目を揃えようとしたときだと思うんですね。まあ、1段目全部揃えて2段目を揃えるときの、まあ、最後のパーツをどうしたらいいんだという時にセットアップを使います。最初の方で紹介した手順だと2段目が2箇所と一番上が1箇所なんですね。なのでこの状態で回してしまうと、このすでに揃ってる青赤、これがずれてしまうんですね。それを回避するためにセットアップをします。
この青が崩れてほしくないけど、一番上の段、今この青黄色があるのは崩れていいと。で、崩れていいキューブを A と B が重なる場所に持ってきます。で、持ってきた時にこの白、青、オレンジとかが上に上がってしまうんですが、これも A と B と重なってないので崩れる心配はありません。左を1回下げてセットアップをすると、で、 A グループを回して B グループの真ん中を回す。で、マイナス A をしてマイナス B をすると。で、最後にセットアップしたのを元に戻すと。そうするとこの青が崩れないで、この上の奥にあったキューブがこっちに移動します。1箇所、2箇所、3箇所の移動ができます。まあ、こういう感じで揃えていくことができます。次は、まあ、これらを応用して違うパズルを見ていきましょう。例えばランランのマスタースキューブっていうのがあるんですが、マスターっていうのは結構難しいんですが、まあ、今の方法を使えば完成することができます。例えば A グループで左、右、戻す、戻すという手順をします。そうすると、まあ、崩れる箇所が 1,2,3,4,5,6 と崩れてしまうんですが、ここの回転、ここの回転を見るとずれてるのが一つだけなんですね。黄色赤だけなんですね。なのでこの黄色赤にあるとこに B で持ってくると、そうすると黄色赤、 A の手順できた黄色赤と B の手順できた黄色オレンジ、そしてもともとあった青黄色で、赤黄色はここにあるんで、A と B、 もともとあった場所のここの3点交換ができます。で、これを使って揃えることができます。まあ、とかだったり、例えばこの右下げて左下げて右上げる、この真ん中の列に注目してほしいんですが、この真ん中の列で崩れてるのは1箇所だけなんですね。この奥のこの緑に挟まれたオレンジが色が変わったと。なので移動する場所は、まあ、元々あった緑とオレンジ、そしてこの B の行動で持ってくる。今回だったら赤を持っていきましょう。そうすると赤とオレンジ、緑の交換ができます。マイナス A をして元に戻すと。そうするとこの1箇所と奥の2箇所の交換ができます。で、次は色が変わりましたね。まあ、時計回りとか半時計回りとかに変わってきます。この手順だと確か時計じゃなくて半時計回りに変わっていってます。で、元に戻すと。そうすると揃うと。こういう手順とか、例えばこうセットアップすることで回してみると、さっきは緑とオレンジとかが来たんですが、次は黄色が来て、でスッと元に戻すと、ここと上の箇所、この移動ができるという感じのを利用していきます。なので手順を一つ見つけて、あとはセットアップと逆セットアップで、まあ、再利用していくというイメージです。そうすると、まあ、こういうツイストパズルとかも揃えていくことができてきます。
これは割と難しい方なんですが、そこまで難しくないので言うと、例えばこういうメガミックスとかがスーパーノバって言われてるらしいんですが、これと例えば上の回転をしても下は全く影響しないんですね。こういう感じで分離されてると考えやすいです。でもこっちだと斜めの動きで結構前面がっつり持ってかれちゃうんですよ。ここも全部6面全部移動されるんで、ちょっとこれは考えるのが難しい。でもメガミックスだとこの上の動きをしてもこう下はずれないんで、まあ、分離して考えることができるから試しに揃えてみるのがいいかなと思います。あとこういったやつとかがあるんですが、この真ん中とか動かしたりして面白いです。実践として 3×3×3 を揃えていきます。まあ、ちょっと詳しい揃え方については今回はちょっと割愛させていただきます。まあ、ネットでルービックキューブ揃え方って検索すればいろいろと出てくるんで、そちらを参考にしてください。今回は一番下2段目3段目という感じに揃えていきますが、あえてここの一番下の1箇所ここを揃えないでおきます。でなぜ揃えないかっていうと、まあ、キーホールっていう、まあ、ちょっとそういう風に呼ばれている手順があるんですが、A グループを回す 1,2,3,4 でこの奥の上のキューブがこの右下手前に入っていくんですね。でこの作用としてこの右この列が崩れてしまうんですよ。ですが、じゃ例えばこれを真ん中ずらして 1,2,3,4 すると、でこれを元に戻すと、そうした場合にここのキューブが左に入ることができるんですね。というのを利用して、例えばじゃあこのオレンジ緑、オレンジ水色、このオレンジ水色をここに入れていきたいと思います。奥にセットして、このオレンジと水色を入れたいところを移動すると。で、1,2,3,4 を回して、揃えて、真ん中を元に戻していく。そうすると、ここに入れることができます。もう一回やってみると、このオレンジ緑、このオレンジ緑をこれですね、今青赤がある場所、ここに入れていきます。でここの黄色青赤は崩れていいんで、まず反対にオレンジ緑を持っていくと、で真ん中ずらしてこうオレンジ緑に入れたいところ、これを持ってきて4回回して揃えて戻す。そうするとオレンジ緑が揃うと。次は青赤を入れていきます。青赤はこの今緑黄色があるところですね。でこの緑黄色を持ってきて青赤を入れていくと、位置は揃って向きがちょっと反転してるんですが、まあ、向きについては、まあ、最終的に直すんで今はこのままにしておきます。で全部揃ったら、まあ、1段目を揃えてこの赤緑を揃えていくと。でこの時に、まあ、A グループ B グループマイナス A マイナス B という動きで揃えていきたいと思います。でこれを右に入れたいんですが、ここが揃ってんでこの緑黄色くんをセットアップでも行ってくると、まず赤緑をこの奥にセットしてセットアップで移動する。で A グループで移動させて B でずらして A で戻してマイナス A で戻してマイナス B とセットアップしたら元に戻すと。そうすると位置が揃いました。向きは違うんですが、まあ、向きは後で揃えていきたいと思います。じゃあ次は、この上を揃えていきます。
まあ、上のこれならどうにか頑張ればいけそうかなっていうイメージがあるんですが、まあ、今回はそうはしないで、とりあえず位置だけ揃えていきます。2色のパーツが難しそうなんで、2色のパーツから揃えていきます。青は揃ってて、オレンジ緑は右に来てほしい、緑黄色は手前、黄色赤がこうという、こういう風にちょっと持ち直してみると左と右と上の揃えていく。なのでこの黄色赤を奥に移動させます。で、1箇所2箇所3箇所の関係させて、まあ、A グループで来るで、 B グループで来るで、 A と B が影響する位置にあると、これで移動させていきます。 A を回して B を回すで、 A マイナス A をしてマイナス B で、セットアップしたのを元に戻すと。そうすると位置が揃えました。黄色緑とオレンジ黄色、赤黄色、青黄色と。で、そしたら次はこの角の3箇所は今回揃ってるんですね。そう、つまらないんでつまらします。まずこの黄色青赤は位置は揃いました。で、あとはこの黄色緑赤と黄色青オレンジと黄色緑オレンジ、まずこれをちょっと持ち替えをして、下を2個と上を1個の関係にしておきます。で、こうするとまず黄色緑赤がこっちに来ればよくて、黄色緑オレンジが右下で、黄色青オレンジが上だと。とりあえず A を回して B を回して A マイナスをしてマイナス B をすると。で、そうするとちょっと移動しました。もう一回回せばいい感じに揃ってくれます。なので、もう一回 A を回して B を回すで、マイナス A をしてマイナス B をすると。そうすると位置が揃いました。ちょっと揃ってないように見えるんですが、オレンジ黄色をひっくり返せば揃うし、黄色緑オレンジもひっくり返せば揃う。で、緑黄色も揃って、黄色赤緑も、まあ、ひっくり返せば揃うと。で、赤緑黄色赤青と。なので2点反転を使って揃えていきたいと思います。で、まずはこの3色のキューブから揃えていきます。じゃあ、この黄色赤緑と黄色緑オレンジ、この2つを反転させていきます。まず黄色緑赤を反転させて、黄色緑オレンジを持ってくると。マイナス A をするのでもいいし、もしくは A をあと何回か回して揃えていく。で、まあ、実質マイナス A をしてマイナス B をしていくと。そうすると黄色緑赤が揃って、黄色緑オレンジがひっくり返りました。これ揃ってないんですが、じゃあ次はこの黄色緑オレンジと、あと対角にあるこの黄色赤緑青、黄色赤青を揃えていきます。まずこの黄色オレンジ緑を A グループを2回3回4回回して揃えました。で、下を回して黄色赤青を持ってきて、次は A グループをプラス2回回します。1回2回、これ実質 A マイナスをしてるという感じですね。で、まあ、揃えていくと。で、これで3色のキューブが揃いました。最後は2色のキューブを揃えていきます。これも、まあ、2点反転を使っていきます。まず緑赤と青赤を反転させます。
まず緑赤を倒して赤をずらして持ってくると。でこのまま戻すと、このオレンジ緑ですね。次はオレンジ緑が随所なんで戻して上を回すと。で真ん中回して、でずらしたのを戻していく。戻していきましょう。これは記憶大会ですね。こういう感じですかね。はい、よかったです。戻りました。でこれでマイナス B をすると。でここから揃いました。で最後はでこの緑黄色とオレンジ黄色なんですが、こういう曲がってる状態ですね。この時もセットアップをします。セットアップをして、この緑黄色の反対にオレンジ黄色が来るようにします。オレンジ黄色を倒して倒す。これで緑黄色の一本線の先にオレンジ黄色が来るということになります。まあセットアップを戻すときは奥を戻して右を戻すと。そうすると戻りますんで大丈夫です。でこの状態で、緑黄色をひっくり返していくと。揃えてこう、次はこの緑白がずれてしまうんで戻して戻す。で B グループ持ってきて上回して手前右下上と。で手前を倒してセットアップしたのを戻して戻す。いや、セットアップを戻す前にマイナス B ですね。マイナス B をしてから戻して戻すと。そうすると無事に揃えました。という感じで揃えることができます。次はセンターについて説明していきます。センターというのは 3×3×3 でいうとこのこれですね、真ん中のキューブ。この一番コアとなっているキューブはセンターキューブと呼ばれています。 4×4 だったらこういう感じにど真ん中の、まあ、センターキューブの役割を果たしてるんだろうなっていうキューブも動いちゃったりできるんで、まあ、そこがちょっと厄介なところかなと思います。例えばこのマスタースキューブなんですが、これのセンターはこのど真ん中じゃなくて端っこでもなくて、この2色のパーツなんですね。この黄色オレンジだったり黄色緑だったりするんですよ。まあ、これもちょっと分解すれば分かってくるんですが、こういう感じにくっついてるんですね、この白の。でこの伸びてるキューブ、これがセンターキューブの役割をしています。でセンターキューブの特徴としては位置を揃えれば向きを揃える必要がないんですよ。だ僕はそっちの方が重要かなって思うんですよね、特にあたっては。なので、まあ、どれがセンターキューブかっていうのを、まあ、見極めたりとか考えたりして、でどうしても向きが揃わないなって時はとりあえず位置を揃えてみる。で位置が揃うと、まあ、それがもしセンターキューブだったとしたら同時に向きも揃ってくれます。センターキューブで大切なのは、まあ、絵柄パズルとか方向が決まってるパズルとかはこういう感じになってしまうんですね。ルービックキューブはここの向きについては関係ないですよ。別に横になってもこう回転しても変わらないですね。なので下をずらしたら8箇所なんですが、 1,2,3,4,5,6,7,8 外側の8箇所なんですが、これで例えていくとこういう回転は 1,2,3,4,5,6,7,8 で、そして
これも結構重要になってくるね。9個目が出てくるんですね。まあ、なので、まあ、センターが向きが必要か必要じゃないかっていうので、まあ、考えてくる材料がちょっと増えたりします。これをどうする、どうにかして横に戻したいとか、あとはどっかをずらして、でこの例えば上の今3箇所を交換したんですが、その反動でここがちょっと向きが変わるんですね。で次はここの3箇所を交換するときに、このセンターが移動しない手順を使っていくと。そして揃えていく。そうするとセンターが直って上も直るという感じに揃えていくことができます。あとこのパズルで補足すると、このパズル例えばこの2段目だけとか上から2段目を揃えたいときは、こういう感じで揃えていくと3個塊になっちゃうんで、その2段目だけってのはできないんですね。じゃあこういうパズルはどうするかっていうと、この2回回転縛りなんですよ。右回転だったりとか手前の回転だったりとかで、そういうのを使ってこの2段目だけとかを交換していきます。例えばこの A グループと B グループの手順で、下両端と右上の手前、これを揃える手順を、まあ、こっちで再現するとしたら、2回回して、まあ、上回したりとかして、こうどうにか一番下の右下手前がそれを1個だけ崩れるようにして、他の7箇所は崩れない手順を探すんですね。でこれを A グループの動きで B グループを1回ずらして、次はマイナス A をすると。でマイナス A をしてマイナス B をする。そうするとこの3点交換ができます。なのでこれを応用して、こっちでも2回回して2段目だけを回す、で戻して回して回すと、で B の動きをしてマイナス A をしていく。でマイナス B をすると、そうすると、まあ、2段目の1箇所2箇所3箇所の交換ができます。まあ、という感じでいろいろとちょっと工夫していく必要が出てきます。パリキーについて説明します。パリキーというのはこういう感じで1箇所だけひっくり返ってるとか、あとはこの3色のコーナーキューブが2箇所だけずれてるとかっていう状態です。これはパリティっていうのは、もう一回何かの拍子でパズルが狂ってねじれたとか、あと何か一回分解して直した時に置き間違えたとか、そういう時にパリティが発生します。でこのパリティがあるとどうしても直せないです。もう一回分解してまたそれ直すしかないです。パリティのように見えるのを紹介します。この白に挟まれているグレーとグレーに挟まれている白で、ここの2箇所以外は全部揃っている状態なんですね。で2箇所だから、3箇所じゃないから2箇所はパリティだって、じゃあこれ分解しなきゃいけないって考えるんですが、この1色のこの白のパーツはまだここと2箇所目と3箇所目3個あるんですね。なのでこの白をここに交換して、この白を上にやって、この白が右に来る、でこのグレーをこの下の白と交換すれば完成ができるんですよ。なのでこれは、まあ、パリティのようでパリティじゃないっていう、ちょっと見分けが難しいですね。そういうのもいろいろと試していけば、なんとなく見えてきたりとかしてきます。
次は2色のパーツが2箇所の移動と3色のパーツが2箇所移動を説明していきます。 J-PALM と呼ばれるやつですね。一面全部揃ってて、これもこの赤黄色と青黄色が交換されて、黄色緑赤と黄色青赤、この2色が2つ3色が2つの計4箇所の交換になるんですが、なぜこれができるかっていうのを説明していきます。まずですね、これも実は3箇所交換をしてるんですよ。この手順を分解していくと、まず A グループを回します。右手前右上と、そうするとこれ右のずれてる場所はここだけなんですね。黄色赤と黄色赤緑が2箇所来たと。で次に B グループを1回右を下げます。でそうすると変化する場所は、まずまあ A の手順で来たこの黄色赤と黄色赤緑で、これがあった場所はここですね。で次に B の手順で来た白青赤と赤青で、そしてここにもともといた黄色青と黄色赤青、この2個が崩れます。 A グループを回して B グループで、マイナス A を回してマイナス B と、黄色青と黄色赤青が来て、ここに黄色赤と黄色赤緑赤青白赤青と。じゃあこれを例えば、これ3段目なんですね。3段目で赤青は2段目、ここ2段目、ここ2段目のキューブが移動したと。でここだと1段目のキューブが移動した。でこっち見ると3段目と3段目、これを全部3段目にしたらどうなるかっていうのをやってみるんですよ。そうするとやっていくと全部3段目にするためにここに3段目が来る必要があるんですね。2段目と1段目があって3段目が来る。でここも33となるようにすると、右を1回上げてここに3を来させます。でここに、まあ、2段目と3段目が来るんで上を1回回すと、そうするとここも3段目という3段目しかない状態になります。この状態で A グループをします。なのでこの3段目を移動するのはセットアップですね。セットアップをして A グループを回していくと、 A グループを回すとここの2箇所だけが崩れる。で次 B グループを回してまたマイナス A をすると、でマイナス A をしてマイナス B で、セットアップしたのを逆セットアップ、そうするとこことこことここの交換がされます。ここはまあセットアップをした結果の左奥に来た場所ですね。ここと右と下で逆セットアップで戻していくと、そうすると、あ、ここオレンジが1列揃ってっていう感じなんで、これを上1回回すと実質 J-PALM ができるということなんですよ。なのでこれもこう2点交換ではなくて、実はこの J-PALM も A グループを回してここですね、ここをずらしてまたどっかをずらしてマイナス A をしてマイナス B をすると、でこの結果崩れるのが上と下なので、この下をどうにかセットアップで揃えていくっていうのを J-PALM は利用しています。
次は二点交換の説明をしていきます。二点交換は実は、まあ、実質的に作れるんですね。三点交換の時計回りと反時計回りをして、まあ、二点交換をしていくと、まあ、目隠しに使うんですが、まあ、やっていきます。使う手順を2つ紹介します。1つ目が時計回りの、この黄色青と黄色オレンジと黄色赤、これを時計回りに移動していきます。でもう1つが反時計回りに、黄色オレンジが左、黄色青が手前、黄色赤が右という手順です。実際回していくと、まあ、こんな感じで揃えると。で反時計回りもこういう感じで揃えていくと。でこの2つの手順を利用して、今からここの下の白青と白赤、白オレンジを揃えていきたいと思います。実際に回しながら説明していきます。この黄色青をこの黄色赤のポジション、1回目こっち行って、2回目でこっち行って、また1回目こっち行ってっていう位置を繰り返します。こう右に来て元に戻ってくる、でまた右に行って元に戻ってくるというのを利用して、ここの地に3箇所、白オレンジと白赤と白青、これを揃えていきたいと思います。まずこの白青をとりあえず上に持ってきます。でこの黄色赤と交換して、で次はこの白青、白青をここに入れます。青を入れて元に戻すと。で次はこの赤白、赤白をこのオレンジ白があるところに入れると。赤白入れて、次オレンジ白が来るんでオレンジ白を入れていく。そうするとこの黄色青が右に行って左に行って、また右に行って戻ってくるっていう動作なんで、この黄色青を考える必要がないんですね。奇数だったら、まあ、反時計回り、偶数だったら時計回りという風にやっていくことで実質的な二点交換ができます。これを使うのは 3×3 じゃなくて、ピラミックスとかを目隠しで解こうとするときは使います。例えばこの3点交換を押して、また反対の手順をすると、そうするとこの今青緑があるキューブ、このキューブが右に移動します。で右に移動して、また逆の手順をして左に移動してくる。なのでこの黄、緑、青を考えずに他の2色を確認して揃えていきます。これで違うキューブを目隠しとくことができるということです。次は4点交換について説明します。4点交換というのは、この黄色緑が奥に行って黄色と交換、黄色赤と黄色オレンジが交換、1,2,3,4,4 箇所の交換です。最低3箇所なんで、まあ、次は倍して6かなって考えると思うんですが、実は4つもできますっていうのを説明していきます。まず A グループを真ん中2回に行きます。この動きが A グループで、戻すのがマイナス A で、上2回を B グループにします。で戻すのがマイナス B と。まず A グループで B グループに入る場所が白、青、白、緑です。でそして B グループを回した結果、 A とぶつかるのが黄色、緑と黄色、青、そして元々の位置にあるキューブが黄色、青と黄色、緑なんですね。ここで重要なのが、黄色、青と黄色、緑は2回出てくるんですよ。B の説明でも来たし、まあ、今の説明でも来る。
2回登場するキューブなんですね。まあ、本来だったら、まあ、本来というか、例えば3箇所の交換で表現すると、この白、青、赤、このキューブが4回回して追い出されて、違うキューブがやってきます。黄色、青、赤が代わりにこっち来ます。で、下をずらして、ここの位置に白、オレンジ、青が来ます。で、マイナス A をして、マイナス B をすると。で、3箇所交換がすると。ここの、もともとの位置にあるキューブが、3種類のキューブが登場してくるんですね。白、オレンジ、青、黄色、青、赤、そして白、青、赤と。ですが、この B の回転で、ただただ、ちょっと反対にくるって変わって、登場するキューブ自体は変わらないんですよ。黄色、緑と黄色、青が変わるんですが、他に新しい子が来ないんですね。黄色、赤だったり、黄色、オレンジだったりが来ないんで、6箇所じゃなくて4箇所の交換ができるという感じです。実際回していくと、まず A を回して B を回す、で A マイナスをしてマイナス B をすると、で下2箇所と上2箇所の交換ができると。これは例えば上を1回だけにすると、次は4箇所なくて6箇所の交換になるんですね。A は変えずに2回すると、白青と白緑が変わると。で、B を回した結果、黄色赤と黄色オレンジが A の回転とぶつかるとこに行きます。そして、もともとあった黄色青と黄色緑。なので、1、2、3、4、5、6と、6箇所の移動ができます。A を回して B で、マイナス A を回してマイナス B と、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所、まあ、なので4箇所交換をするときは、新しいキューブをどうにか入れないで、どうにか、まあ、今だったらこう黄色、青と黄色、緑の位置だけを変える、で他のキューブを登場させない。そうすると4箇所の交換ができます。